皆さんこんにちは。10月12日の日曜日午後3時になりました。今日も服部由紀子のおしゃべりタイム、お雪語り、どうぞ最後までお付き合いくださいませ。台風一過でお天気が回復したと思っておりましたら、また台風19号というなんかすごいスーパー台風と言われる台風が接近していますね。私もまあ台風なんてそんな大したことないと思っていたんですけれども、もう最近はそんなこと言ってられなくて、どの地方にどんな災害が出るかわからないので、皆さん警戒を怠らないようにというニュースを今日見てからこのスタジオに参りました。皆さん本当に警戒してご無事に過ごされることを私も祈っております。ということで、今日はね、まだ雨は降っておりませんので、スタジオの方でも普通に放送できると思います。ちょっと準備といろいろありまして、いつもの放送時間に少し遅れました。どうもすいません。はい、では早速参りましょう。今月の1枚、どうぞ。はい、これはですね、なんだかチャイナタウンで外国人の麗しい女性と、そして、今日実はゲストでこれからご紹介する石田さんと私の3人で写真を撮ってまいりました。実はですね、この真ん中にいらっしゃ、違う、真ん中は石田さんですね。両手に花がいいということでね、そういう写真を撮ったんですけれども、ザビーネ・グリシュカさんというもう生粋のドイツ人女性の方です。実はその方にですね、ドイツ語をレクチャーしていただいてるんですね。でそれはなぜかというのは、これからたっぷりお話しさせていただきたいと思います。私どもの稽古場にね、こんなちょっと可愛らしいね、中華屋さんがあるんですよ。でお値段も、リーズナブルな割には結構おいしいので、みんなでよく行きます。はい、ということで今日は10月12日、実は私ちょうどこれから1ヶ月後の11月12日水曜日からラインの監視という舞台が本番を迎えます。ちょうど1ヶ月前となりまして、お稽古の方も順調でありたいですね、進んでおります。順調というか、今とても一番ね、ゼロから立ち上げる時期で、一番もういろいろ本当にセリフも完璧にしなくてはいけないし、動きもよりいい動きをということで、本当に一番頑張り時なんですけれども、その貴重な稽古休みの日に、私が頼んで、ゲストさんをお迎えしました。ではこのラインの監視、まずちょっと告知だけね、私忘れてしまうといけませんのでさせてください。ではチラシをお願いします。はい、ラインの監視、これですね、ちょっと私手元にチラシがあるんですけれども、なんとなくこう綺麗な色で、こう薄墨色ではないですね、少しこの晴天ではない中で大きなお屋敷の絵が描かれています。なんとなく雰囲気としては何かが起こりそうな、その起こる前の佇まいかな、なんとなく私はそんな気がしています。はい、でここでですね、じゃあチラシの裏出していただきましょうか。はい、出演者は総勢11名、子役の子たちが3人、皆さんとても優秀でね、もう明るくて可愛らしい子役さんたちが花を添えてくれています。というよりほぼ子役さんも、もう主要メンバーといって差し支えない、すごい大活躍する舞台です。はい、ということでこれが11月12日の水曜日から16日の、日曜日まで、でザ・高円寺2という新しい劇場ですね。高円寺からもうまっすぐ歩いていただけるところですので、そんなに迷ったりしない劇場だと思いますが、ここで、ちょうど1ヶ月後に初日を迎えることとなりました。ということでもう張り切っております。はい、ではどんどん参りましょう。今日私のお願いを聞いてくださって、とてももう大主役をやってらして、もういろいろやることがたくさんあるんですけれども、心よく出演を引き受けてくれました。私がとても頼りにしている、そして今回は私の旦那様を演じていただきます、劇団スバルの石田博秀さんです。よろしくお願いします。じゃあカメラはあちらの右でございます。はい、ね、どうもありがとうございます石田さん。本当に何回売れてももう足りないくらい、本当に今お稽古が一番、いろいろ、セリフも実はね、演出家の方がほらより良くしようと思ってセリフをちょっと書き換えたりとかもしてるじゃないですか。でもうとってもセリフも多いし、もう出番、ちょっと席を外すことあっても、ほぼ出ずっぱりでいらっしゃるから大変な時期なんですけれどもね。でも比較的そのね、前半は結構ね、前半はそうだ、借りてきた猫のようにおとなしくしてるんですよね。妻の実家に、ね、そうなんですよ、子供を連れて、里帰りです、20年ぶり、そうですね、結婚して以来ですよね。
あ、そうだ。想像すると怖いですよね、そういう状況。20年ぶりに妻の実家に帰るっていうのは結構緊張しますよね。20年ぶりっていうか、私は初めて。あ、そうだ、私は20年ぶりですけど。ヨーロッパで結婚してますからね、はい、私はドイツ人なので、彼女がアメリカからヨーロッパに来た時に出会って、はい、ヨーロッパで結婚、はい、その後時にお母さんは結婚式に来てっていうか、お見合い、お見合いじゃないけど結婚式も挙げてないのかなと思う感じですよね、うん、でもその時に会ってるんですね。会ってる、はじめまして、石田博秀さんです。よろしくお願いします。実はこのアクターズ TV、 クルト・ミューラ、ミューラという役ですね。今お母さんに、あ、何、お母さんに言ったつもりだった。そうなんです、お母さんって。そしたらその時はね、お母さんにあまり気に入られなかったみたいな20年ぶりになった、はい、ということで、あ、そうですね、私はあらすじをきちんとおしたい。ちょっと小芝居になって小芝居、ここで小芝居、もうここで演技プランに余裕があるのかお前みたいな。いやいや、とんでもないです。まあそうなんです、ね、ちょっと複雑なお話ではないんですけれども、うん、はい、大邸宅にね、アメリカの、しかも、第二次世界大戦にアメリカが参戦するもうほんのちょっと前に、いきなりね、20年ぶりに、まあ、家族からはあまりちょっと反対されてたんですけど、まあ、私がサラという娘なんですけれどもね、まあ、ちょっとドイツ人の人と、まあ、お父様の仕事の関係で、まあ、そのヨーロッパでね、出会ってドイツ人の方と結婚するって、そのまま夫のドイツに住み続けるわけですよね。で、まあ、あまり親の援助は受けたくないっていうのもあったんでしょうが、ずっと子供も3人もいるんですけど、1回も里帰りをしなかった。でも、まあ、ちょっと訳があってね、旦那さんを連れて20年ぶりに、まあ、裕福な家庭に帰ってくるというところからね。で、まあ、その迎える方のお宅も大騒ぎで、20年ぶりに帰ってくる、もうね、あれ、潮にはお嬢様20年ぶりに帰ってくる、お母さんもお母さんで、あれもしなきゃこれもしなきゃっていうところに帰ってくる、まあ、子供がね、可愛く入ってきますから。このラインの関心、チラシの裏の物語、ストーリー、これ読んだらもう全てわかるんですけど、そうですよ、これ読んだら味気ないかなと思うじゃないですか、はい、全てそうですね、はい、でも、まあ、その、まあ、訳があるっていうのもね、書かれてることだけではないのお芝居っていう、ね、まあ、それはそうですね、はい、ドイツといえばナチスドイツの時代ですからね。石田さんは、私はてっきりナチスの将校なんかよくお似合いだと思うけど、今回はちょっと違いますね。それに、対抗する、反抗する、はい、反ファシストの活動家、ね、レジスタンスっていうんですか、まあ、そういうのもいいの、っていうレジスタンス、なんかイメージ的にはイタリアとか、なんかスペインとかっていう、あ、なるほど、レジスタンス、ね、はい、まあ、パルチザンとかいうことも、まあ、でも荒野をかけ、でもそういうこともやってたかもしれませんね、まあ、そうね、はい、そういう人がちょっと帰ってきまして、まあね、なんで帰ってきたかっていうのは、まあ、亡命する気なのかなと思ったら、ちょっとそれだけじゃない事情もあって、そしたらその大邸宅に親戚のね、まあ、ルーマニアの伯爵夫妻がたまたまお呼ばれしてて、ちょっとしばらくそこに滞在してたんです。だからルーマニアのその貴族はね、カナオ哲夫さんが演じる、まあ、テックという、まあ、伯爵なんですけど、その人はどうもナチとの、まあ、パイプをこう、まあ、持ってると言いますか、そのナチというナチスに、まあ、すり寄って自分がこう起死回生を図ろうとしている貴族なので、まあ、石田さんが帰ってくるなり、まあ、ヨーロッパ人の嗅覚でこの男はナチスか、あるいは反ナチの何かだなということを嗅ぎつけて、ちょっと話がちょっと恐ろしい方向へ向かっていくんですね。あの、カナオさんの演じるね、はい、ルーマニア貴族、テックっていう役の人は、はい、なぜアメリカに亡命してるかっていうと、うん、まあ、ストーリーでも書かれてるんですけども、芝居の中でも、1931年のブダペスト石油危機を発端にして、彼はどちらかというとファシスト派の貴族だったんですね。カナオさんの演じるね、うん、はい、で、それが、まあ、まあ、利益の問題ですよね、そこで、ね、で、こちらにアメリカに亡命して経済的に、うん、なんかあれですよね、演出家の人も分かりやすく言ってくださいましたけど、要は外交に、ちょっと分かりにくい説明でしょ、いやいや、外交に失敗したらしいんですよね、うん、そのカナオさんの演じる役が、まあ、ものすごく難しいんでしょうね、その時のヨーロッパでその外交で生き延びるっていうのは。それで、まあ、ちょっと、まあ、なんて言うんでしょう、没落したじゃないけれども、それで、まあ、まあ、その奥さんもやっぱりアメリカ人なんですよね、じゃあ真山さんという方が演じるんですけど、それでアメリカに来て、まあ、知り合い その私の実家の方で、まあ、こう言っちゃなんですけど、ちょっと面倒を見てるわけですよ、まあ、お客としてっていう、まあ、そういう感じです。そこに、まあ、
ドイツの人が来ちゃうって、まあ、だから私たち日本人にはちょっと分かりにくい構造かもしれませんけど、ヨーロッパだったらその時代だったら、あ、こっち側かこっち側かっていう、その体制によってもうそれは親子でも敵味方になってしまうくらいの情勢の中にいて、そこがアメリカという第三国になるんですかね、別の国で出会ってしまう。でもそこでやっぱりお互いの、まあ、生き残るために何をするかっていうことで、そこにあの平和に暮らしていた家族や、まあ、この人の妻である私は子供たちが巻き込まれていくっていうのは非常にドラマチックに書かれています。でその間もちろんあの女の人同士のおしゃべりやね、ちょっとしたあのコメディのシーンもたくさん含まれてますから、あの見ていてそんなに堅苦しく、あのなんか難しそうっていうふうに思われる必要はないと思います、はい、石田さんはでもそのこの役を、まあ、オーディションの時に石田さんとご一緒のチームだったんですけれども、はい、私なんか本当にね、石田さんなんかまあ何でしょう、あのお写真でね、後でもご紹介しますが、割と硬派な役が多いじゃないですか、うん、硬いし、あの体も鍛えまくってるって、力強い役とかね、うん、そういう役やってると楽なんですけどね、今回そうはいかないいやもちろんでもそういうね、本当に、もう昨日の稽古もそうでしたけど、一昨日の稽古も、ね、さっきもね話、あ、そうですね、お茶しながら話してたんで、はい、本当立ちに入ってまだ立ち稽古でやっと5日目で全部最後まで行ったんですよね。でもそうね、まあ前半はそうでもないけど、昨日一昨日あたりのシーンによってね、もうシーンによってやっぱりあの今まで読んでるのとまた違うね、なんかちょっと複雑した精神の状態っていうのがあって、またこれはどういうふうに感じたわけですか、はい、読んでるだけでも、あ、演出家に言われて、あ、こういうふうに言ってほしいっていう、読んでるだけだと分かるんだけど、また立ちに入ってあと、まあね、まあ台本を話してるっていうのもあるんですけど、ね、なかなかまたそのまたその発見することがね、うん、すごく多くて、できないなりに発見が多くて、もう早々にこの先稽古がどういう風になっていくのか私今までこういう経験したことないっていうぐらいの稽古ですね。ある程度なんかイメージできるじゃないですか、芝居何年もやってれば、うんうん、そういうこと、ああそういうことあるよね、ああここはそうねっていうなんか発見はあるんだけど、うん、で最終的にどういうふうに芝居ができるかな、いや漠然とはあるんだけどね、うんうん、それがよりあのいい意味で不安な部分もあるし、うん、希望っていうか、ね、あのそういうのあのお芝居、うんうん、そう、この芝居に関してね、はい、昨日一昨日の稽古、そうですね、私なんかはやっぱり 何十年やっててもほんと、いや私なんか何十年やっててもやっぱあれですよ、自分の読んだだけではわからないこととかやっぱり多くて、まあ、それは結構お稽古場でね、そんなこともわかんないのかみたいなのもバレちゃうんですけど、まあ、逆にそれが楽しいと言いますか、自分一人ではわからないことが他の人の思考とかそういうものが入ってくることと、やっぱり読みの中ではわからなかったこととか、読みの中ではなんかこうできてると思ったことが立ちになると、あ、これじゃいけないんだっていうことがあって、でまあ私の役 もう41ぐらいの役で、石田さんの役も47ぐらいで、はい、まあ、夫婦ね2人とてもその、まあ、メインの役をちょっと今回任されてるんですけれども、やっぱ大人だからその父親であり母親であり、でも男と女でもあり、それでいってちょっともう石田さんね、情熱的ですよね、はい、いやもうそういう思いだってね、ホットのココアを、ね、飲んじゃったもんでね、体が温まって今頃温まってきたんですか、いやさっきもそう、ね、大丈夫ですか、拭いてください、真冬に飲む場合よね、いや面白いんですよ、ここ大好きで、石田さん石田さんはね、もうあの稽古場ではね、こうやって謙虚におっしゃるけど、動かざること山のことするので、どっしり構えてらっしゃるんですね、うわーこの人はすごいなーと、いやいやすごいなーってふっと見ると、うん、あ、石田さん、あ、セリフですか、いやちょっとほっとしますね、はいはい、じゃあちょっとあのラインの感じの話からいいえ、じゃあせっかく低くしたい、そうですね、石田さんのじゃあねお写真もちょっといくつかご紹介いただいたので、はい、はい、じゃあこれまでのね2本ですかね、はい、じゃあ順番通りお願いいたします、はい、これはリア王のコーンウォール、あの公爵ですね、はい、まあお似合いですね、この時はあれですね、あの、はい、もちろん、ええ、大丈夫、あ、大丈夫ですか、いやもうこの時はですね、あの悪役って言ったらなんですけど、うん、結構ちょっと怖い公爵様でしたね、そうですね、うん、
でもあのぴったりですよ、あのジュリアス・シーザーの時はほらふんどし一枚みたいな、あの人気ですけど、人気のいやいやいや、そういうのもありましたけど、今回も持ってくればよかった。でも今回ちゃんときちっとね、こういうのやっぱり似合いますね。やっぱりこういうのが着こなせないとスバルは難しいですね。こういうあの結構コスチュームプレイがありますから。はい、じゃあ次の写真どうぞ。これはあ、これは結構いろんな子が出てるな。長井くんとか町屋くんとか、あとは大先輩ですね、林佳代子さん、はい、林佳代子さんとご夫婦の役ですよ ね、 そうですね。先輩とご夫婦っていうのは緊張します？いや、別に大丈夫です。でもこれ佳代子さん、言葉少ない、大丈夫です。いやいや、佳代子さんにね、あの、うん、愛されてない役ですね。でもこれね、いや、そんなことないですよ。あ、そうなの？佳代子さんは他のところに走るんじゃなかったでしたっけ、うん、それはね、私が亡くなってからね、うん、あ、そうなの？そう、コンゴールが、うん、そう、亡くなってからそっちなんですよ。最初からっていうふうには、最初からではなくて、ね、途中からそういう声が芽生えたんですかね。最初はラブラブしてた、ヤシに燃える夫婦だったんです。あ、そうですね、あの長女じゃ、次女夫婦だから、リーガルもね、あ、そういう役作りがあったんですね。やっぱりその長女夫婦をこう飛び越えてっていう、うん、でその相手役の永井が演じてるね、はい、グロスター、はい、グロスターだって、グロスター伯爵です。で、エドマンド、はい、そうの息子ね、はい、そうで、だからまあ演出上だと、まあ彼を、私は彼を利用して、ナンバーワンに上り詰めようとしてた矢先だったんだけども、その、あまりにもちょっとね、残虐行為をして家臣がね、うん、これはひどいじゃないですかってことで家臣に刺されて会えなく死ぬ。 そう、まあ、そこはちょっと、ちょっと自己的にちょっと面白かったですね。あまりにも深手だったので、その後亡くなったのかみたいなでそこが面白いんです。人生何が起こるか分かんないっていうね。次、あ、ほらこれ佳代子さんとのツーショット、まあ、これねちょっと見ていただきたかったのは、佳代子さんこれもうあれですね、またぎぐらいこうあれですね、なんか毛皮しょってますね。6月ですね、暑くなかったんでしょうかお二人は。知らなかった。いや、またぎって言うからそんなこと。いやいや、佳代子さんの格好を見るとね、いやだから、まあ、お金持ちのね、やっぱ身分の高いあの人たちっていうことで、はい、こういう、私もこういうのね、憧れてスバル入ったんですけど、こんな格好させてもらったことは一度もありません。大体貧乏な役が多かった、うん、で今度もまた、貧乏な貧乏な衣装が似合うようにちょっと頑張ろうと思っております。これだけ派手な顔してて、私派手ですか？まだ長くなるからまだそうですね。はい、では先に行きましょう。はい、これは、あ、これもかっこいいですね。あ、でもこの時も髪長かったね、6月なのね。うん、長髪の方がだってその時代が出るからじゃないですか。まあ伸ばしてはいましたけど、はい、切らずに。でもね、存在感のある石田さんはこういう身分の高い役は、ね、王様とかそういうのいいですね。ステータスの高いよね。はい、ね、そういう意味でじゃあ大の監視は本当に普通の人ですよね。まあそうですね、活動はしてるけども、ね、活動家ではあるけど、うん、ステータスは別に貴族でもないし、そうですね、ね、うん、普通のドイツのもう庶民の方ですよね。はい、はい、では次が、あ、これはですね、これはその後に7月に、はい、これはまあ初演が3年前、あ、そうでしたね、で再演が去年の1月、はい、こちらの番組にあの、ね、宣伝に来させていただきました。1月にね、去年の1月、はい、はい、その時の、この人のごめんなさい、役名は何とおっしゃるんでしたっけ？ブレッグ・シューバー。あ、シューバー。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 ブレッグ・シューバー。あ、それの、一応旅公演を7月にちょっとやったんですよ。はい、はい、神戸と京都に、はい、2カ所なんですけど、2カ所限定なんですけど、ぜひということで、そのためにちょっとリア王の後に稽古をして、ね、そう、お忙しかったですね。まあ、そこからね、全国の演劇鑑賞会に広がることを願って、はい、関西の、ね、その時の舞台稽古の写真です、ね、あ、これ舞台稽古の写真なんですか？これは、ね、本番は向こうでやってるからね。あ、はい、これもだってほら、うん、あの割ともう終わりの方のシーンですね。そうですね、ちょっと年を取ってからのシーンですかね。比較的には見た目にはメイクとか一切してないんですよね。芝居だけで不景をやったっていうことなんですね。設定では87、あ、まあでもほら
一人だけすごくしてて、他の人がやらないと変だけど、みんながそういう、じゃあもうね、時間の経過をすごく、じゃあ暗転とかしてメイクとかをしていくっていうんじゃない方法で伝えるっていうことで、それはよく分かりましたから、もう20代からもう80代くらいまで、うん、はい、反省をね、そうですね、持っていく芝居だった、はい、じゃあ、こちらは、ちょっと皆さん勢ぞろいですけど、そのちょっと前のシーンでね、はい、みんながこうアメリカの記念日ですか、これ集まってるのは。これはね、友人の奥さんが亡くなったシーン。あ、じゃあそんなに一番前ではないですよね。ちょうどこのラインの監視に出演されている与田幸子さんの役が亡くなった時に、みんなでその葬式に会う、あったシーンですね。あ、そうかそうか。ちなみにあの真ん中に立っている女性がこのラインの監視にも出ている真山優子ちゃんですね、はい、その宣伝が言えると思ってこの写真を撮りました。まあ、本当に後輩思いな、ね、この時は与田さんも出てるから、そうですね、あ、亡くなってるんだけどそうですね、これだってこの時は真山さんは石田さんの役の再婚相手のでしょ、そうそうそう、ね、この旅で新しくキャストに加わった、そうですね、真山ちゃんは、うん、はい、まあ、彼女も今回今回はカナオさんの、私たちの芝居ではカナオさんの奥様なんですけど、非常に魅力的な男性がね、こうつい見ると恋に落ちてしまうような、そういう素敵な女性という役で出ています。まあ、彼女にぴったりだと思いますが、それもぜひ期待していただきたいですね、はい、では、あ、これでも、あ、そうか、これ6番目ですね、はい、ということでちょっと石田さんのね、最近の舞台をご紹介させていただいたんですけれども、まあ今回はね、先ほどお稽古でほら、いろいろこんなに先が見えないのも逆にほら面白いっていうか、あのね、今日来る前にお家で、うん、まあ、昨日の稽古の後もそういうのをちょっと感じた、まあ、さっき言ったように、これがどういうふうになっていくのか、こういう発見、いや、いいの、稽古だからね、いろんなことをして、もちろんもちろん、そのためにそうそう、うん、でそういうことがずっと、今本当に12でしょ、はい、来月12、1ヶ月あるでしょ、はい、1ヶ月しかないのかじゃなくて、1ヶ月もあったら、これ毎日こういうことで発見してたら、俺こんなに盛りだくさんになって一体どうなんだろうってこの芝居っていやもうね、だからそういう意味で想像がつかないっていう、うん、でもそのなんか経験ってありますね、みたいな、まあ、そうですね、誰に問いかけてる、いやでも、うん、それはだから演出家の方もとてもエネルギッシュだし、うん、まあ、もちろんだから演出っていうお仕事をやってらっしゃるんですけど、荒立ち早々にね、やっぱり演出家、金田さんですね、原田さん、はい、あの人もまたしっかりイメージ持ってる人みたいでね、うん、そう、私は初めてなんです、今回、あ、私も初めてなんですね、はい、うん、だから今ね、ああ結構もう細かくいってきますよ、ね、荒立ちって大体ね、位置関係とか流れでこういう感じってんじゃなくて、うん、私もそうですけど、一歩動いてこうやって、うん、それじゃないの、うん、そこ見ちゃダメなの、あ、見ちゃダメですね、そこは見ないと、あ、ここはお金見るなんかでも一応それはもう役者がもちろん本当は読んでる段階で準備してこなきゃいけないことだけど、でもそれがね、やっぱり、あ、どうしようとか、こんなことも分かんないのかな自分はって思う気持ちと、でもそれが違う人から見るとそういうふうにこれは読めるんだとか、まあ、やっぱり演出家としての読み方と原田さんのすごくエネルギーを感じるのね。でリリアン・ヘルマンのね、難しいところですよね、だからもう立ち早々でそういうことだと指示されてやることが、うんうんうん、踏み落ちてればいいけども、うん、まあ、いや、とりあえずそれはやるんだけども、うん、それが本当に踏み落ちたところで身になり、ね、血になり肉になってる、うん、っていうのはやっぱり時間かかる、まあ、それはそうですね、それは見た側の演出家のそのイメージであって、うん、でもおそらくはもし僕たちが、まあ、これからまたさらにあと1週間2週間3週間4週間で稽古していけば、うん、当然中身ももっともっと膨れていくだろうし、うん、もっとお互いに発見する感じるものがどん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 消化していく、うん、おそらくその動きもまた全然変わったものになるだろうし、そうですね、あんまり固めるつもりはないで、最終的には元に戻るのかもしれないですね、元に戻る、やっぱり原田さんの最初に言ってたその振り付けがやっぱりそれがベストだ、最初のことは全部覚えてないかもしれませんけど、うん、石田さんなんか覚えてるかもしれない、でもなんかそういう元に戻るその形っていうのがだからおそらく稽古をやってる上でいろんなものを、あ、そろそろなんか、あ、こういうのを役としてやりたいっていう、うんうん、なんか提案をしたくなる時期って絶対来ると思う、うんうん、この先、うん、でそれを、いや、まあとりあえず嫌とは言わないと思う、はい、でやった上で、でも何日か、まあ、
見て泳がすかもしれないし、どうかわかんないけど、いや全然わかんないですよ、うんうん、願望でもないしね、言ってることはね。そう、ただそれがおそらく、ね、最終的にはもっとシンプルな、うんうん、そこでシンプルだけども一番変わってるのは役者が中身が、ね、うん、よく言いますよね、初見で読んだものっていうのはもちろん初見なんだけれども、いろんなことを稽古していろんな違う方向に行ってると思いながら、なんでだろうと思うけど、よく考えたらこうガーッと回ってまた最初に戻ったって、でも最初の初見の時よりは何かが膨らんでまた戻るっていうことがいいのかもしれないし、まあ私も本当にあの自分がこの役をいただいた時に、わあ私この役いただけたのが自分にはよく分からなかったんですね。他にやっぱりあのすごく演技力って、私そんなにあのすごく緻密に演技をされる方オーディションなんかにもいっぱい見てたから、あの私いただけて幸せだなと思ったんだけど、正直やっぱりいやこの役私大丈夫かしらっていうぐらい読んだ時にやっぱり背負ってるものが大きいっていうのがあったんです。でもまあそれはね、あの原田さんが見て選んだんだから、その、まあ、演技力ともかくそれはもうね、お前こんなできないのかってあるかもしれないけど、それはやっぱり演出家として見て俳優をこう並べてみたときにこのメンバーで行こうっていうのがあると思うし、もちろん思考はね、中外側から見た私たちと私たちの中身とさ、あの演出やあるいはお客様ともちろん違うんだけれども、やっぱり何かそれはこの人だという何かあったからそのキャストになってると思うんですよ。だからその辺はあのそれを信じてね、いろいろ、ただやっぱり、うん、すごくあの私たちが演じるのは遠いところもあるじゃないですか。オーディションをやったのがちょうど2月の頭でしたよね。忘れもしない、2月の頭、同じ組だったから、同じ頭です。2月4日とか5日とか3日ぐらいでやったんですよね。グループに分けてオーディションをやったみたいで、はい、うん、で、あかりちゃんは同じ組で何回か読み合わせとか、もうギターが立ちましたね。2月1日じゃなくて2日なのかな。あれそうですか。違う、それなんで覚えてるかっていうと、ちょうどその前日に、姪の結婚式で大阪に、で、式が終わって、翌朝、朝一、本当だったらね、観光すればいいようなものなんですけど、うん、観光にこのオーディションがあったから。お昼に、翌日、日曜日、あったので、そのままホテルから朝一で、昼にこの、オーディションの稽古場に駆けつけた。だから俺は観光したかったのにと思いながら。そんな愚痴をここで言ってたんですか。そういや、それもおかしいなと思って、それで覚えてるんですね、うん、そう、だから結構あのじゃあまあまあ普段お家でいればいい、まあ長くなっちゃうからね、この話いいですよ。そうなの、医者さんのための今日はいいですから、もうね、大丈夫です。まあお家で、まあ、勉強して、まあね、はい、まあ、どっちがいいのかな。どっちがいい、その何かに追われてってそんなに時間がなかったわけじゃないか。あ、まあね、でもね、あの、まあ、結婚式もあって、直前にあの新幹線の中でね、ずっと台本を、ね、見てる、読んでるけど、なんか変な言い方だけど、はい、何かを、これは私が勝手に思ってるけど、芝居の作りとして人あのキャラクターを作るときに何かを持ってる、はい、うん、必ず持っているキャラクターっていうのは、まあそれはそうですね、あの、うん、まあ単純に言えば、まあ、とってもいやらしいことをずっと考えている人であるから、うん、すごい強くね、うん、ですごい真面目に今日の番組やっていうふうに考えている人、うん、とにかく何かを持っているっていうエネルギーが、うん、そのキャラクターには絶対必要なの、うん、だから間違っているよ、間違ってない、まあ、このストーリー、まあ、テキストに、ね、合ってるかどうかっていうその前の問題で、そのオーディションに受けるときに、はい、姪の結婚式を私が経験して、はい、いろんな思いを感じて、うん、まあ、思い出せばもう20歳の時に、彼女が生まれて、私が学生時代に生まれて、うん、でそれから28年後に彼女が結婚して、今年の秋にまた子供ができるんですけど、ね、おめでたいですね。で要はなぜかというと、私が20歳の時にその芝居をやろうって決意したが20歳、その時に生まれたのが彼女だった。お嬢さんが生まれて、はい、彼女がもうすでに結婚してもう子供もできようか、で私はその20年の間にどれだけ成長したのかっていうことをね、まあそう思い出されますよね、一生懸命名の結婚式もね、20年かよと見ておかないでずっと撮りながら、もうカメラ係やったんですね、おじさまでね、うん、いや一応テーブルでは
お食事してたんだけど、飲みながらやったんだけど、もちろんあの専属のカメラマンはね、はい、いるからね。いやでも撮りたくなるじゃないですかね、うん、かおじさまだったらね、はい、いや別に撮りたくはなかったよ。何なんですかみたいな。男さんに頼まれたから、頼まれたからね、はい、プライベート用に、うん、じゃあいいよって、うん、それずっと思いながらいろんなことを思いつつで、まあ、当然その時は明日のオーディションのことなんかを考えてはいないんだけど、はい、でそういうだから彼女を通してじゃあ私の芝居って今まで生きてきた経験値っていうのはどういうものなのかっていうことをいろんなことを考え、うん、で翌日この新幹線の中でこの台本にまたさらにまた読み続けてるうちに、はい、そういう気持ちがねそのままなんか移行した人生観みたいな、はい、で子供を持つっていうことはどうなのか、うん、子供たちと一緒に、ね、自分の信念のために20年近く活動を続けて子供がいるのにも関わらず、まあそうですね、で、クルトと、ね、サラの経歴から言えば20年前に結婚して最初の子供ができたのがその7年後なんです ね、 そうですね。一番上が14歳ですからね。6年後なんです。結婚して6年後に14歳、はい、第1子が生まれてその後に第2子が10年後の方が10年、はい、で一番下の、ボード君が生まれたのはこれがちょうど7年前だからドイツを去るぐらいの時に忍び子だったわけですね。一番下の子はね1933年、はい、彼らの私たちの彼女の経歴の中でいうと、うん、まあ、それこそ私が活動するきっかけになったその事件の年に生まれたこと。あ、そうですね、はい、だから彼の持っている人生観の中での節目でもあった。その新しい命が誕生した3番目の息子が生まれた時に、ね、そういう状況を私は一般市民として経験してそこから彼の人生は違う人生が始まるっていう、うん、とシンクロしたんですね。その結婚式、うん、メインの結婚式、はい、でそれがそのままオーディションの時にその気持ち違うイモーションなんだけどもでもあるエネルギーがそこにある、うん、思考が充足した思考っていうのかな、うんうん、単にあのオーディションでじゃあキャラを演じるっていうことで漠然としたものじゃなくて、うんうんうん、あのこのお芝居のね、うん、私たちの場合はキャラクターって言ったらそんなに濃いものは例えば明るいだとかそういう、うん、例えばこうちょっとなんていうのかなこう澄ましてるとかあの人見知りするとかそういう簡単にキャラクターっていうものはあまり考えてなかったんです私も。ただどうやって生きていこうかっていうことをやっぱりものすごい極限状態の中で考えていかなきゃいけなくてでやっぱり演出家さんなんかもものすごい勢いで読み込んでくるしこのリリアン・ヘルマンもセリフがすごく力強いセリフが多いっていうことはものすごいエネルギーを持って書いてるからそこに今この平和な状態のほほんと生きてる私がどうやったら そこに乗っかっていけるだろうかっていうことも考えていて役作りっていうところまでまだ行ってないのかもしれないんですね。ただまあその中でとにかく必死にやるっていうこととこの一家の物語がシンクロしていけば何か生まれてくるしなんかそのドストエフスキーをね初めて読んだ大学生の時にもう太刀打ちできなくてもううたたにしてたんですけど芝居をやり始めてからドストエフスキーの小説を読むと本当にあのパワーに圧倒されたりするあんなにこう言いたいことがあったりとかだからリリアン・ヘルマンも多分これセリフが結構長かったりとかあるいはセリフが結構厳しいことも書いてるじゃないっていうのはやっぱそれだけのそのやっぱり本当にアメリカが参戦する前のその彼女のエネルギーとあとそれをあの原田さんはこれが僕の中ではリリアン・ヘルマンの最高傑作だっておっしゃってる、ね、自信を持っておっしゃってるそのエネルギーをやっぱ私たちも同じぐらいのエネルギーを持つことを私なりのこれはあの今後のあれなんです、まあ、目標なんですけどそういうものをやっぱりあの目指そうかなと、うん、やっぱそれまではやっぱりあの私もやっぱ子供が、ね、姪っ子ぐらいしかいないもんですか だからそういうやっぱり今幸せな状況の中でいろいろあってもこんな大変な時代、まあ、戦争に巻き込まれたり夫が反ナチの活動家で家族がもう隠れながらヨーロッパを転々として もしかしたら、ね、活動家を支援してくださるところに行って食べ物をもらったりそれで偽造パスポートでドキドキしながらもうだって見つかったら捕らえられて撃ち殺されるかもしれないっていう思いをしてやっとアメリカにたどり着いてでもあのそこでやっぱり明る一瞬明るくファッとなったりでもパッと暗い影が差したりっていうことが見てる人にドラマチックに伝わると思うから、まあ、石田さんのそのお芝居始める時の
生まれたその姪御さんが何十年という月日が経ってね、自分はどうなってるかとか、そういうのは全部あのいい意味でシンクロしていくと、うん、なんか石田さんの中にそれが落ちるんじゃないですかね。まあ、別にこれは落ちじゃないんだけど、じゃあ姪の個人の人格を見てて、姪、うん、もそんなに成長してないしな。いや俺の方がまだマシか。何の比較論じゃ。本当ですかみたいな。何を安心してんだ。いやいや。まあね、でも本当にそれだけあの、ね、いやいや本当に名護さんすいませんありがとうございます。名護さんのおかげですよ、あのおじさまがあのこうしているのはっていう、本当そうですよね、はい、見にいらっしゃるの、見にいらっしゃる予定はもう大変、11月に生まれる、ちょうど生まれる、生まれると大変だよね。そうか、そうでした。じゃあ丈夫なお子が生まれるように本当にお祈りしています。わからないじゃないですかね、はい。じゃあ、最近のお稽古であのいや本当に真面目で、でもね、まあ比較的明るいですね。すごいほら、もっと深刻に考えるね。子役が3人いるからね。あ、だから明るいんだ、稽古場が。ということで、ね、あ、ごめんなさい、なんか。いいよ。子役が3人。このキャスト陣が11人でしょ。はい。で、年齢層もまたね。まあ、結構上ですよね。真山ちゃんとかは若いですけど、大体みんなもう中年より上ですから。ね、幅が広くて。年配の方がなんかもう、ね、子役が3人も出来合いしちゃって。そうですね、お父さんお母さん以上にべったりくっついてる、そうです、ね、私たちは今私たちのことで必死だから、みんな面倒見る人たくさんいて、面倒見てくれる人たくさんいてね。でもまあそうでないとほら子役たちが稽古場でねあんまり緊張してもねじゃないですか。でもうこれはもう本当にねこう頑張らなきゃいけないけど、セリフがきちんと間違いないで入ってるのは子役です。大人は結構セリフいろんな言い方がちょっと違ったりとかね、量があるけど、その子役はほらきちっと覚えてくるじゃないですか。素晴らしいね、そこはちょっと見習わないといけないな。でとがきもしっかり覚えて、レースカーそこにさ、でもトガキではこの後こうこうこうって書いてありました。嫌なだけだね。すいません、いやいやすごいなと思って、うん、私はそういうのはすっかり忘れてしまうんですが、まあその今お稽古の一環としてね、ちょっとこういうこともやってますということで、では、ナンバー7の写真ですかね、お願いします。はい、これはですね雑然としてますけど、これうちの稽古場です。東武線の大山というところなんですが、ここで真ん中の方にあの金髪の綺麗な女性が、ね、いて、これが実はその昨日あの一緒に、ね、ドイツ語講座が終わった後3人でちょっと食事をしたんですが、ザビーネ・グリシュカさんですね。これは石田さん の連れていますか、一音さん の、はい、あの関係で、ね、連れてきていただいた方で、あの石田さんというか、あ、私たちはその石田さんも生粋のドイツ人で、ドイツに20年お嫁に行ってますから、実は私もそのお嫁に行った先ではドイツ語、子供も全部ドイツ語だけど、ヨーロッパの人たちはあの隣接してるから、国がチェコだとかデンマークだとかフランスだとかいろんな国を完璧ではないけど結構喋れるぐらいな。でもそのお芝居の中でドイツ語が結構出てくるんです、まあ、私はアメリカ人ではないけど、妻の実家がね、ワシントン郊外のアメリカなわけだから、うん、まあドイツ人ね、子供たちはアメリカとドイツのハーフ、ハーフですね、ドイツ人ですもんね、うん、でヨーロッパではまあドイツ語とかね、その地域の言葉、フランス語だったらフランス語が基本のルールみたいなんですけど、うん、このうちの家族はね、そうなんですね。でも妻の実家はアメリカなので英語で喋んなきゃいけない、うん、はい、で、まあ、当然この舞台は、日本人が日本語で喋って、ね、英語は日本語に置き換えてますので、私はほぼ日本語、何か本音を言うときにドイツ語で、あれですね、なんかそういう、うん、言っちゃうんですよね。その言葉の端出しのレクチャーを、ザビーネさんに受ける、はい、あの一応私たちもちゃんと調べてるんですよ、勉強、石田さんもね、あの石田さんにほらもらった音声とか私もで一応それらしくと思ったんですけど、演出家のダメがないで、あの大変なんですよ、子役の一番小さい子を人に、子役が結構ほらやっぱりドイツで暮らしてた子供たちだから、よく思わずドイツ語が出るっていうことで、子役がドイツ語が結構多いんです。演出家さんがもっと頑張ってそのあのドイツ語に聞こえるように話してってこう言われてて、今それは大変なんですけど、それでね、あのザビーネさんにこちらに来ても、日本語もねペラペラだからちょっと安心して、私たちもレクチャーしていただいたんですけど、次お写真ありましたか。そうですね、これはその終わった後なんかこれあれですね、そう、脳天気なこんまりそういう、まあ、せっかく来ていただいたっていうことなので、終わった後ちょっと中華料理のお連れして、ちょっとねお話は弾んでしまいましたけど、真面目な雰囲気の音使ってほしかった。いやだから私、せっかくほらお二人なれば撮りますよって、石田さんが満面の笑み、ちょっと稽古から解放されただから、ね、ちょだから、いやなちゃんと、え、そんなのだってこれ ちゃんとですよ、はい、いやだからもう本当にこの方はね、日読
教会っていうところで、うん、あのボランティアでね、まあ、ドイツ文化を紹介したりっていうことをやってらっしゃるんですけど、あの最初はちょっとね人見知りされてるのかなと思ったけど、もうちょっとお話だと、でもチャーミングで、あの日本の振袖を、ね、着た時のお話とか、日本のこういうことが好きとか、茶道も少しやったとか、でやっぱりまあそのドイツ語だったらこう息をねこうってやるのをやった方がいいですよとか、いろいろね教えていただいて、はい、それでまあ最初の 今月の1枚って出ます、もう一回、うん、その写真でほらね、ちゃんとこれは石田さんがお店の女性に頼んでわざわざちょっと撮っていただいた写真なんですけど、あの本当にやることが多いですね。私はあの編み物とか刺繍とか何をするかまだ、まあ、多分刺繍になると思うんですけど、それもセリフの合間にやるので、本当に針なので本当にどこまで使うかなんですけども、それに集中するとセリフなんか出てきやしないし、ドイツ語だと思うと噛みまくるし。石田さんもドイツ語完璧ですか？あのね、でも昨日のレクチャーでまた私その前回にあの男性のドイツ人習ったんですけど、なんか違う風に教えて、もしかして同じドイツ人でもなまってるやつがいるのかなとでもそうですよ、だっていやもうねローマ字で見ても、うん、MIR だからミアは分かるようです、はいはい、でもその男性のドイツ人前回はビア、これはビア、ミアだ、でも M からでもね、これはね、あのドイツ風のビア、ビア、え、ビールのビア、ビア、ビア、自信持って押す、あの男性の方ですよね、あの音声テープ吹き込む、え、昨日ザビーネさんはミア、だったんだって言われるから、あの、まあそこでね、私もまた説明しだすとね、なんか話長くなって、まあそうね、そうなんだ。あのいやまあそうですよね、レッスン料返すよどうなんだ、大丈夫、いやいや、アンドリューアンドリューさんですね、いやでもいろんな方にねやっぱ教えていただいて、アンドレさんですね、そうそう、ドイツ人なんだよ、アンドレ、フランス風の親がつけたんですって、流行りがあるんですって、ドイツ人、あ、やっぱりそうなんだ、生まれた年によってね、そうだほら、日本人がアンドリュー、アンドレが流行ってたの、彼が生まれた時ね、ドイツなのに、いやフランス風の名前ですよね、やってて彼はその名前を、名前をつけられただよ。だって私たちだって今いっぱいキラキラネームでマリアとかセイラとか いっぱいいらっしゃいますよ、そう、若い人。あ、それでね、クルトさんっておっしゃるでしょ、はい、クルトミューラ、うん、でクルトってよくある名前ですかって昨日そのザビーニさんに聞いたら、あ、ありますありますけど昔の名前で日本で言えば太郎です、うんうん、太郎とかだから五右衛門とか、うん、それぐらいまあ日本ではちょっと古い名前で、うんうん、向こうで言うとクルトっていうのは、まあ、日本のカタカナに直すとクルトだけど、クーツとかなんか、クーツ言えない、よかった、クルトで絶対言えない、舞台上で、うん、あのこれ一番いいのが、首を絞められたような感じで言いますか、いやそれを、いやそれらしいですよ、いやそんな死んおじいさんやめてくださいよ、叩いちゃいますよ、今おじいさんって言った、おじいさん大叩いますよ、宇宙一頃あの品位があるテレビなんですからね、まあこっちかされるかもしれない、いや本当石田さん、石田さんおかしいですね、面白いですね、本当に真面目な話ちょっと、はい、ということで、じゃ あのそろそろね、あっという間ですけれどもお時間になりますから、せっかくですから、まあ、クルトミューラー演じる石田さんより、あのじゃあ皆様にメッセージをいただけますか、はい、あと稽古ね、はい、始まったばかりだし、あと1ヶ月あります、さっき私がお話ししたように本当に私やってる側もそうなんですけど、この作品がどういうふうに、また自分がどういうふうに変わっていくかっていうことが想像できず、でもちろん目指すものっていうのが意識っていうか目的ははっきりしてるんですけど、だからその過程がすごく楽しみで、この残りの1ヶ月も含めて、ぜひお客様にその成果がどういうものなのか、おそらく私が今まで、私を知ってるお客さん、見てくださった、今まで芝居劇団で見てくださった方も、はあ、今回はまあっていうか、おそらく知らない人、いや知ってる人でも、え、同じ人だったっていうふうに思われるぐらいの新しいキャラクターだと、クルトミューラーに関しては、うん、だから余計難しいのかもしれない、楽しみにしておいてください。
でもまあ、先輩も言ってましたけど、うん、役との巡り合いがあって、それは自分でもどうすることができない、うん、今その石田さんのちょうど年齢で、うん、いろんなことがあった時にそのクルト・ミューラーっていう役に巡り合って、また全然違う石田さんっていうのをお客さんなり あるいは私なり見られるっていうのは楽しみですし、私もそのサラという役は本当に光栄ですけれども、すごくやっぱり責任も感じますし、ただやっぱり石田さんと夫婦でもあり、ただ何もかも分かり合えるっていうほどね、やっぱ甘いものではないんですけど、でも最後はなんかやっぱりそのやっぱ人と人とが一緒に共に生きたりとか、愛するってどういうことなのかってシンプルなところに戻っていくんですけれども、そのはい、まあ、この間劇団のブログに私初めてコメントを書いたんですけど、まあ、劇団のブログも見ていただければいいんですけど、稽古は立ち、おそらく荒立ちの最初の日が私が担当のブログだったんですけど、はいはい、そこにもね、最後にコメントで書いたんですけど、この芝居の面白いところは、先ほど言いましたけど、カナオさん、マヤマとかの夫婦もそうだし、はい、で彼女と母親との家族愛もそうだし、夫婦夫婦でもいろんな形の夫婦があって、ね、壊れていく夫婦を人たちもいるし、うん、私たちのように愛し合ってるけども離れていかなければいけない状況の夫婦もいて、また子供たちの家族愛、で親との家族愛で、いろんな愛が、そう、私はもうそれこれがテーマじゃないかなっていうぐらいで、そこに絞って見ていただくと、いろんな立場で面白さが倍増する、うん、ただその1930年後半40年のこの当時のアメリカ、ヨーロッパの情勢、もちろん知識としては必要なんだけども、うん、その前にこの人たちが持っている人間関係、愛っていうものはどういうふうに変わっていくのかっていうことも楽しめるんじゃないかなと思います。見どころですよね、うん、やっぱり、うん、はい、ということで、私もそういうことをやっぱりね、まあ、結構は楽しいことばかりじゃなくて、やっぱり自分ができないもどかしさもあるんですけど、うんうん、貴重な時間をね、やっぱ贅沢にいただいたと思ってるので、あと1ヶ月、本当に石田さんを筆頭に先輩方やね、このチームと一緒にいい旅がね、お芝居に向かってできるように頑張りたいと思います。はい、はい、石田さん、今日は稽古休みありがとうございました。また明日から頑張りましょう、ね。よろしくお願いします。明日も、そうですよ、もうお稽古始まるところ、家族よりも長くいることになっちゃいますからね。はい。はい、ね、千秋楽までは大切なお互いと、いや、千秋楽の後もね。はい。そうということで、いえいえ、はい、どうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、では皆さんありがとうございます。どうぞご期待くださいませ。はい。